どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、ツイッターのアイコンが女性の後ろ姿の場合、大体怪しい業者だと思うマリサだぜ。そうだね、フォローすると大体後で怪しい DM 来るよね。では、気を取り直して、今回から昭和の時代を駆け抜けた伝説のアウトローシリーズの、安藤昇の反省について解説をするんだけど、彼は極道の組長から映画スターに転身した人物なんだ。マジか、今の時代ならコンプライアンス的にアウトだけど、当時は立派な肩書きだったのかな。それはあったかもしれないよね。しかも安藤昇は端正な顔立ちでかっこよく、演技も上手かったので、人気があり、極道の方でも相当なアウトローとして暗躍していたんだよね。そうなんだ、これはアウトローでもありながら、すごい反省を描いていそうなので楽しみだぜ。ぜひ、解説をよろしくなんだぜ。ゆっくりしていってねー。安藤昇は大正15年生まれであり、極道の傍ら、俳優、小説家、歌手、プロデューサーなども行うなど、多彩な才能を持っていたが、その幼少期は東京新宿に生まれ、その当時は数パーセントしか、進学しなかったと言われた旧制中学に入るという、かなりのエリートコースを歩んでいたんだよね。これは、エリートから転げ落ちるパターンのアウトローなのかな。その後、父親の仕事の関係で両親が満州へ転勤したため、安藤昇は日本に住む祖母に預けられ、暮らすことになったんだけど、両親は大変しつけに厳しかったと言われ、その両親がいなくなったことで、友達たちと羽目を外すようになり、その時に素行の悪い友達が増えてしまったんだよね。すごいわかるわー、おばあちゃんって孫に甘いから調子乗るんだよな。その結果、素行の悪い友達が起こした窃盗事件に加わっていたという疑惑をかけられ、補導されてしまい、感化院という現在の児童自立支援施設のようなところに入れられてしまったんだ。やばい、こういう施設に入れられると、グレるパターンが多いよな。この感化院に入れられた時というのは、祖母が奔走してくれたおかげで、1ヶ月程度入れられただけで済んだが、退院後は当時通っていた旧制中学校の生徒や近隣住民から噂になり、関わってはいけない、いわば腫れ物のような扱いを受けてしまったんだよね。こういう噂ってすぐに広がってしまうもんなんだよな。そのため、すっかりやさぐれてしまった安藤昇は、学校にも通わなくなってしまい、またもや素行の悪い、友達と街に繰り出しては、不良やグレン隊相手に喧嘩三昧の毎日になってしまい、もう祖母の手に負えないほどにグレてしまっていたんだ。これは、もう一回感化院に入れるしかなさそうだぜ。すっかりグレてしまった安藤昇だったが、この息子の荒れた生活を両親も放っておけず、出張先であった、満州まで呼び寄せ、満州の中学校に通わせることにしたんだけど、これが一筋縄ではいかず、満州の中学校でも大暴れをし、何度も事件に発展、あえなく日本に返されることになってしまったんだ。まあ、いきなり知らない土地の中学校に入れられてしまうと、うまくもいかないもんだな。10代の頃にはすでに、アウトローの道を極めつつあった安藤昇だけど、時は太平洋戦争の、真っ只中ということもあり、安藤昇は愛国心がひときわ強く、事件で少年院に収監されている時には、少年院でくすぶっているくらいならということで、海軍飛行予科練習生に志願し、海軍航空隊に入隊しているんだ。自ら志願して海軍に入るとは、さすがはアウトローだぜ。安藤昇は予科練課程を終え、横須賀の特攻基地に配属されたが、結局戦場に一度も出撃することなく、1945年8月に終戦を迎えることになり、終戦後は、両親と共に疎開先に戻ったんだけど、その光景は一面焼け野原になった故郷の姿で、それを目の当たりにした安藤昇は何とも言えない。虚無感に襲われ、その時自分の中の大きなタガが外れたと話し、またも荒れた生活に戻ってしまったんだ。戦後の混沌とした時代に、また荒れてしまったんだな。東京では、戦争を生き延びたかつての不良仲間たちと再会した安藤昇は、世田谷の下北沢を拠点にした、グレン隊下北沢グループを仲間たちと結成し、安藤昇の地元新宿から下北沢を縄張りにしていたが、グレン隊の激戦区であった渋谷方面を縄張りにした敵対組織とも対立し、渋谷にも攻め入っていたんだ。やっぱり、グレン隊を結成しちゃうんだな。この下北沢グループのメンバーの多くは大学生であり、安藤昇に関しても、中退してしまったが、法政大学予科に進学しており、従来のアウトロー集団とは一線を画したインテリグレン隊であったんだ。当時のグレン隊としては珍しいパターンだぜ。しのぎも賢く行っていそうだよな。下北沢グループのしのぎは、渋谷の密売グループや台湾系マフィアの用心棒になっては、敵対グループを脅しつけて、和解金をせしめたりする荒いものもあったが、その一方で米進駐軍の軍人と組んで、
食料の横流しや転売で大儲けをしたり、日本初の学生向けダンスパーティーを主催し、その利権を手にしたというインテリ集団らしい、組織化されたしのぎなども行っていたんだ。この当時から、しっかり考えられたしのぎを行ってたんだな。グレン隊時代は敵対する敵やグループなどとの抗争もあったが、破竹の快進撃を続けていた安藤昇は、より本格的なしのぎを行うため、渋谷に東工業を設立し、これがグレン隊から極道組織に変貌した契機だったと目され、極道界からも注目されることになるんだよね。とうとう、極道組織になっちゃうんだ。この東工業は、実質的に安藤昇を組長とした安藤組と呼ばれ、表向きは東工業として、不動産売買や芸能工業関連を手掛ける会社であり、裏稼業では、当時流行りのキャバレーの、用心棒を行っていたり、自らの組が主催する賭場なども開催していたんだよね。ああ、これはもう本職のしのぎだな。安藤組の主催する賭場は、それまでのものとは違い、地元の名士以外はお断りという高級サロンのようで、当時としては珍しかったポーカー賭博を行っており、これが巷で評判になって、一晩200万から200万円。現在の貨幣価値で2000万から4000万円もの売り上げがあったとも言われているんだよね。これは、大儲けしとる。そんな安藤組は、入れ墨や指爪を禁止したり、スーツ着用を義務付けたり、そのスマートな振る舞いが、若者たちに受けて人気を博し、その結果安藤組は大卒者の構成員が多いという、極道界では異例のエリート集団の極道組織だったんだよね。下手打って指飛ばされないのは良いな、マリサなら全部飛びそうだからな。安藤組がしのぎだけが得意だったというわけではなく、構想も多く武闘派であり、その兄弟分には、昭和を代表するアウトローの加納光嗣や花形慶などが控えており、安藤昇自身も左頬を、担当で切りつけられたことがあり、その事件とは台湾マフィアとの構想で、銀座の交差点にて、敵対していた台湾人から言いがかりをつけられ、安藤昇も上着を脱いで一触即発になったが、台湾人から、俺も上着を脱ぐから待て、と言われたので律儀に待っていたところ、上着に隠してあった担当で切りつけられてしまったんだ。そうなんだ、これって本物の傷なんだ、映画のためのものだと思ったぜ。この事件の概要は、資産家の蜂須賀正氏が横井秀樹から投資詐欺被害に遭ったことから始まり、横井秀樹は老舗呉服屋の買収を計画していたために、資金集めに奔走しており、そんな時に、資産家の蜂須賀正氏が、自身の敷地を数千万円で売却したという噂を聞きつけ、おすすめした株を買い占めれば、2倍の利益が出ると持ちかけ、3000万円の融資を受けると、そのまま音信不通になってしまったんだ。これよくある事件やな。この事件によって蜂須賀正氏は心労が絶たり命を落としてしまい、これに怒りを覚えた妻の千恵子は、福井秀樹に対して訴訟を起こし、裁判でも2000万円の支払いを命じる判決が出たのだが、本人は一向に、支払う意思がなく、それどころか新車のキャデラックを乗り回し、箱根や那須に別荘を持ち、当時の横井秀樹の財産価値は数十億円に上るものだったが、その全ての名義を実定にしており、実際に裁判所が差し押さえられたのは、数万円ほどしかなかったそうなんだ。これは、全然懲りてないみたいだな。拉致が開かない状況に、妻の千恵子は財界人を通じて、安藤昇に債権回収を頼んだんだけど、いざ福井秀樹の元に向かうと、開き直った態度で返還の話はついているはず、と支払いを拒否し、さらに、日本の法律は借りた方に便利にできている、なんなら君にも金を返さない方法を教えようか、と、安藤昇のことを完全に舐めた口調で語っていたんだ。これ、絶対切れて大暴れするやつやん。そうだね、これに安藤昇は舐めやがって、と怒りが爆発し、その場でテーブルをひっくり返し、それでも怒りが収まらない安藤昇は事務所に戻ると、専属ヒットマンに横井秀樹の、痛めつけ恐怖を与えるように指示を出したんだよね。安藤昇が切れたら怖すぎやろう。安藤昇はヒットマンに命は奪わず、痛い目を見せるために銃弾を右腕に一発撃ち込めと指示をし、その指示通りに、銃弾は横井秀樹の右腕を撃ち抜き、福井秀樹は一命を取り留めたが、この事件により、安藤昇を含めた幹部の花形慶などが逮捕され、主犯格の安藤昇は、懲役8年の実刑判決が課せられたんだ。やっぱり、やっちゃったんだね。安藤昇が服役している間は、先に出所していた花形慶に組長代行を任せていたが、1963年9月に敵対組織から、書き込みをかけられ命を落としてしまい、安藤昇の出所が決まった直後にも、信頼を置いていた。幹部が渋谷の縄張り争いによって、現在の稲川会系の組織からの奇襲により命を奪われてしまったんだ。
おっと、幹部が立て続けにやられるとはやばいな。この立て続けに信頼していた幹部がやられたことで、安藤昇は、人暴力、の極道家用に嫌気がさし、去年12月に安藤組を解散させることにしたんだよね。安藤昇もアウトロー街道を歩み続け、散々地も暴力も見てきたので、心が荒んだのかね。その後の安藤昇というと激動の自伝が映画化され、これが松竹のナンバーワンのヒット作となり、正式に松竹と2億円を超える契約金で専属契約を結び、一躍銀幕のスターに躍り出ることになったんだよね。というわけで、今回は激動の昭和を駆け抜けた伝説の極道、安藤昇を紹介したよ。また、このシリーズも人気があれば昭和のアウトローも紹介するね。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。